最初にご紹介するのはポケモン牧場チャンネルです。ポケットモンスターダイヤモンドパールをお持ちのお客様がゲーム内で捕まえた手持ちのポケモンを DS と Wii の間の無線通信を用いてこの牧場に放ち、ミーと一緒にいろいろな遊びを楽しむためのソフトです。ダイヤモンドやパールをお持ちでなくてもミーとポケモンの触れ合いが楽しめるようになっています。また牧場の写真を撮って友達に送ることによって自分のポケモンコレクションを自慢することもできます。